さあ皆さん河口湖に来ていますが、着いて早々カメラのパーンって開けて釣り具パーンって準備してたら、なんとパーンって雪降ってきた。マジかよってぐらい本当に今雪降ってきた。どういうこと？スペースモンキーズ TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ。サルです。さあ今日ね3時間ほど時間ができたんで河口湖来ました。でね、釣り場着いたんですけど、もうパーンって車止めて、パーンってね釣り具準備して、パーンと車閉めて、パーンとカメラ開けた瞬間に雪降ってきました。ちょっとあっちの空見てもらっていいですか？晴れてるんですよ、あっちは。でもこっちを見ると吹雪いてるんですよ、雪がね。はい、こんな感じでちょっとね、なんか気をつけですというか、河口湖ならではの天候です。何かね、さあやっていきましょうか。ここがね、それでも風が当たんない場所かななんて思って来たんですけど、結構カメラにもパリパリ風の音が入っちゃってるから、ちょっと今手で押さえてるけど、結構ねカメラにも風の音がパリパリ入っちゃってると思うんですよ。結構ね風強いっす。さっきすごい突風。まあここはちょっと風裏なんで、こちらのサーキットバイブでやっていこうと思います。今日は多分こういうリアクションの方がいいかもしれない。風強いしね、フィネスが通じないよね、風が強いと。あ、いた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 、動いてる動いてる、濃いだ。よっしゃ、先端まで来ました。これはね、いそうでいないね。さっきもっと軽い方がいいかな。いそうなんですよ。いたら一撃なんですよ。いそう。ああ、いい動きしない。サーキットは糸に絡んでいい動きしない。おお、バイトがあったと思ったら岩でした。魚っぽいものに触れたと思ったら岩でしたね。やべ、挟まった。お、取れた。ああ怖い、今超挟まったよね。石と石の間に挟まりました。怖い。魚っぽいのいないな。戻ってきましたね。自分がね、こういう岩の間とかメタルバイブを使うときは重くて重いやつを使います。もう大きさは関係なし、重いもの、こう例えばこの岩があってこうかかってしまうとね、この時にやっぱりブレード自体の重さを利用して落として取る、こんな感じですね。軽いと、スタックしたときにこのブレード自体が軽いと、ラインテンションを緩めたときにこの重さがないんで外れない。でもこのくらいでかくて重いやつだと何回か繰り返すとポンって取れてくる。だからはおかっぱりからね、岩の間とかブレードを使うときは私でかいのを使います。はい、ですね、遊歩道の下に今来てます。さあジャックベイトを巻いて今日は終わりにしたいと思います。本当はね、ここの今の時期はサスペンドジャークベイトもしくはミノがいいんですけど、やっぱりちょっと根がかりが怖いっていうので、スローフローティングのバルナ、 OSP のバルナ使ってます。もうちょっとね風が穏やかだったらサスペンドミノで見ながら引っかかりそうなところは回避したいんですけど、今ちょっと風が結構強くなってきて雪混じり、見ながら釣るのが怖いんでバルナでいきます。
風が強いですね。ルアーが思うように飛んでいかない。でもラインは引っかかるってくるな。いけない取り方ですね、これやると危ないんで注意してください。はい、ということでね、3時間あっという間に過ぎてしまいました。どうもね、春のビッグママまだまだ続きます。頑張ります。こうやってこうやってドゥルルルルルチェキ。